阪神、石黒裕也が一軍合流へ。阪神の石黒裕也投手、23、が一軍に合流することが2日、分かった。石黒は今季3回1軍に昇格し、3度の登板で防御率 5.40 だった。2軍では40試合に登板し、4勝4敗で防御率 3.50。 2軍で好成績を収めていた9月1日まで防御率 1.95。 同8日のウエスタン、オリックス戦から3試合続けて失点が続いていたが、28日のウエスタン、工夫早手戦で1回無安打無失点とし4勝目を挙げた。29日の同戦でも1回無安打無失点で10セーブ目と調子を取り戻していた。2軍に行っても上から呼びがかかるのは厳しい中、先日は佐藤君と川原君が活躍してさらにで嬉しく思っています。来シーズンに向けて勝ち試合に使える投手を新たに発掘したいね。桐敷選手や石井選手が今シーズンのような活躍ができるとは限らないし、新外国人選手もゲラ選手の左番みたいな選手も欲しいところ。登板回数が少なすぎるから防御率はまだ関係ない。他の投手より期待できるなら信用性を上げるように投げてほしいね。5回1失点のペースなら定着できる。順位も確定したし、桐敷のホールドポイントも2と少し差があるから無理させないでポストシーズンに向けて少し休ませたいね。さらに若手中継ぎで元気なのがいるなら一石二鳥。本当の最終戦で試したくなったんでしょうね。ここでいいピッチングをしておけばかなりアピールになる。ただ CS に登録しっぱなしはどうかな。面白いとは思うけど、2軍投手コーチらの育成実績評価もあるからな。ゾーン投手と見たらとかは順調に結果出しつつあるけど、門別あれだけ開幕前から騒いでいたにもかかわらず、森木も藤川球児2世とか言われながらどないなったんや。消化試合、なぜゆえに投手試すのであれば若手捕手を1軍で使わないのだ。今の梅野、坂本は30超えてんのに次世代の子を試せばよいのに。最終戦は新戦力見極め目的のブルペンデーにしたら意義のある試合になるかもな。イニングまたぎを試したい。佐藤、川原に加え石黒も加わるのか。秋山が去るけど、うまいこと世代交代を果たしてほしい。先日のストレン、川原といい子の時期だからこそだから、いい経験にしてほしいですね。大竹が4回投げてそこからリリーフ1イニングずつ投げるような形になるかな。ここ2戦のファームが良くて、いつもこれくらいやってくれたら来年ちょっと計算が立ちそう。経験とチャンスをつかんでください。岡留より石黒の方が良い。球が速く重いからだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。